投しながらなぜか勝てないホークス工藤ですが、1回1番田中を三振に仕留めると気合の入ったピッチングで上々の立ち上がりを見せます。しかし打線はというと、今日も2回吉永のヒットで作ったノーアウト1塁の場面を城島があっさりダブルプレーで潰して工藤を援護することができません。逆にファイターズは3回ヒットとフォアボールで1塁2塁のチャンスを作ると、ブルックスが詰まりながらも先制のタイムリーヒット、さらにウィルソン井出の連続タイムリーで2点を加え、ツーアウトからこの回一挙3点を奪います。これでリズムを崩した工藤は4回にも昨日2本のホームランを打った田中からレフトに第7号のツーランホームランを打ち込まれ、なんと4回5失点で早々とノックアウト。しかしこの試合落とせないホークスは4回、小久保のあわやホームランという超特大のツーベースでようやく1点を返すと、吉永の第9号ツーランで2点差まで詰め寄ります。こんなホークスの追い上げムードもファイターズは5回ツーアウトからまたも田中のタイムリーと金子の2点タイムリーでホークスを突き放します。ホークスも9回小久保のツーベースで再び2点差まで詰め寄りましたが、最後は岩本にかわされ2連敗、ついに B クラス転落です。強化担当意味ないでと飛ばした劇にファイターたちが早速応えます。初回1・2塁のチャンスに4番落合、ホークス先発吉田豊彦から難なくセンターへ運び先制のタイムリー、2回にも金子の犠牲フライで追加点を奪うとファイターズ先発柴草もがぜん気合が入ってきます。3回満塁のピンチを作ってしまいますが、大道をショートゴロダブルプレーに仕留め得点を許しません。ところで連敗中のホークスも5割復帰へ黙っちゃいません。4回吉永の2試合連続の10号アーチで反撃を開始。しかし5回のファイターズ、一発には一発できっちりとお返し、ブルックスの6号ツーランで4対1と突き放しにかかりますが、6回先発芝草と2番手高橋則之がホークスの逆襲を受け1点差とされます。こうなるとイケイケはホークス、8回勝負強い城島がレフトへ同点アーチをかけ延長戦に持ち込みます。そして迎えた11回裏、5番吉永ライトスタンドへサヨナラの11号、ホークスが一発の怖さをまざまざとファイターズに見せつけ1日で5割復帰です。連勝中のブルーウェーブ、先発佐藤は4回まで強打ホークス打線をわずか1安打に抑える素晴らしいピッチングを見せます。しかし5回佐藤が突然崩れます。2本のヒットとフォアボールで満塁、ここで秋山にサード強襲ヒットを打たれホークスに1点先制されてしまいます。この回さらに2点を失い、佐藤は5回途中でマウンドを降りました。追い上げるブルーウェーブは5回に1点を取った後、7回代打ボネルスがセンターへ、そしてこの人イチローもセンターへ弾き返し2本のタイムリーで同点にします。8回ツーアウト1塁2塁、ホークス勝ち越しかというピンチもやっぱりイチロー、このプレーとくとご覧あれ。セカンドランナータッチアウト、ホークスに勝ち越しを許しません。そして迎えた延長10回ブルーウェーブの攻撃、ツーアウトランナー二塁で選手会長藤井がライト線へサヨナラヒット、波乗りブルーウェーブ6連勝で首位ライオンズに2ゲーム差と迫っています。昨日のサヨナラ勝ちの勢いを持ち込みたいオリックス、しかし先発の高橋光一は1点を失った後4回も1塁3塁のピンチを招き、6番城島、ショート塩崎送球を焦ってエラー、7番松中の当たりを今度は小川が落球、どちらもダブルプレーが取れる場面でバックに足を引っ張られ追加点を許します。これで動揺した高橋は押し出しなどでこの回4点を失い、5対0と大きくリードされます。内野の先発武田にヒット1本に抑えられていたオリックスですが、5回不調で7番に下がったニールが流れを変えます。疲れに見え始めた武田の甘い投球を見逃さず、今シーズン神戸での初ホームランとなる9号、1点差とした7回には2打席連続の10号ホームラン、打順を下げられて発奮したニール、観戦に訪れた家族の前で貴重な働きを見せます。押せ押せムードのオリックス、さらに1塁3塁として3番一郎、2人目田上から勝ち越しのツーベースヒット、5点差を跳ね返したオリックスが9対5で勝ち、連勝を7に伸ばしました。
し。昨日5点差をひっくり返したオリックス、今日もイチローがチームを引っ張ります。1回ダイエーウエストからボール球をタイムリーヒット。オリックスは4回にも1点を追加します。連敗中のダイエーは5回に1点を返し、6回には2アウト3塁1塁から思い切ったサインプレー。1塁ランナーが飛び出し、3塁ランナー小久保がホームへ。2対2の同点です。しかし今のオリックスには勢いがあります。その裏ワンアウト満塁のチャンスを作り、ウエストをノックアウト。ダイエーは木村を送りますが、このところ不調のダイエーリリーフ陣、この場面も持ちこたえられず、代打福田は押し出し。トップに戻って田口、フォアボールの後の初球。オリックスはこの回3点で5対2、追いつかれたらすぐ突き放す強さを見せます。ダメ押しはイチローです。8回2アウト3塁1塁、当たりは悪かったが足を生かしてタイムリー。今シーズン初の1試合4安打で打率を3割8分台へ上げ、オリックスは8年ぶりの8連勝、首位に立ちました。2位はこの人、小久保。2回の第1打席、マリーンズ先発ピアリーから三遊間を破ると、2年目で堂々キャッチャー部門1位の城島も続き、ヤングホークス2人がチャンスを作ります。この回は内野ゴロのカント、ちょっと地味な先制点でしたが4回出ました。アーティスト小久保の描いた放物線はゆっくりと左中間スタンドに吸い込まれる第16号スリーランホームラン。一方先発はピッチャー部門1位の工藤、こちらもファンの期待通りのピッチング。得意のカーブにマリーンズ打線のバットはくるくる回り、三振の山を築いていきます。工藤はこの試合でプロ通算75人目の2000投球回数を達成。こうなると6月アーチ量産、現在ファースト部門で落合を追いかける吉永も特大の12号ホームランで強烈なアピール。ファン投票は伊達じゃない、ホークス圧勝で連敗を3でストップしています。したホークス、試合前の王監督は連勝に向けバッティングの指導にも熱が入ります。試合は1回マリーンズの攻撃、先頭バッターの諸角が内野安打で出塁します。ここでホークスの先発吉武の牽制が悪送球となり、ノーアウト3塁のピンチを迎えます。マウンド上の吉武は王監督の期待も虚しく、続くマリーンズ小坂にタイムリーヒットを打たれ1点のリードを許します。一方ホークスは3回、湯上谷がレフトスタンドにホームランを放ち同点に追いつくと、4回にはホームランダービーでトップを行くホークス小久保が今シーズン第17号のホームランを放ち逆転します。ドームでは弱い高打線も北陸の水が合うのか、5回には俊足秋山の内野安打で1点追加、試合の主導権を握ります。こんな中異変が起きたのは5回の裏、マリーンズの攻撃。ホームランコールがかかるトンプソンの打席に突然照明が消え、試合はおよそ17分の中断。停電で中断するのは金沢では90年5月のドラゴンズカープ戦以来2度目。試合再開後は吉武の安定したピッチングでマリーンズの追加点を許さずホークス連勝。北陸の梅雨空に笑う王監督、借金返済まであと1つです。